クリスマス切手とは、クリスマスカードを送る、郵便物に貼るための切手である。多くの諸国で発行されており、利用期間に制限はないが、通常10月前半から12月前半にかけて、相当な数量が印刷、販売される。最初のクリスマス切手とされるカナダ切手オーストラリアのクリスマス切手特印が押されたドイツのクリスマス切手日本において、 グリーティングカードを送る郵便物に貼る切手としては、年賀切手や刑事切手などがあるが、多くの国で発行される切手としてクリスマス切手がある。最初のクリスマス切手とされるものは、1898年にカナダが発行した大英帝国の領土を描いた切手である。本来は記念切手であったが、図案の下部にクリスマス1898の文字があるためである。 単発のクリスマス切手としては、1937年にオーストリアが発行したバラと12宮がデザインされたクリスマスグリーティングスタンプや、1939年にブラジルが発行した寄付金付き切手もしくは1941年と1943年にハンガリーで発行されたキリスト降誕を表現する切手なども挙げられるが、いずれも単発の記念切手とされている。 世界各国で毎年のように発行されるようになったのは1950年代以降である。1951年にキューバでクリスマス切手が発行されたのを皮切りに1954年にハイチ、1955年にはスペインとルクセンブルクで発行され、1957年にオーストラリアと韓国、リヒテンシュタインで発行された。 1960年代以降はクリスマス切手を毎年発行する習慣が世界各国で定着した。1990年代までには160カ国で毎年クリスマスの切手を発行するようになった。多くはキリスト教徒が多い国であり、イスラム教徒の多い国では発行されることはない。ただし1995年以来パレスチナ自治政府が クリスマス切手を発行している例外もある。いくつかの国では、切手収集カメラてに売り裁く糸で、大型のクリスマス切手を発行することもあるが、多くの国のクリスマス切手は、グリーティングカードもしくは、はがきを送るのに使用される、実用的目的がある。クリスマス切手の図案であるが、当初は、キリスト皇坦や、聖母子、東方の三賢者といった宗教的な題材が、 用いられていたが、現在では、クリスマスツリーやサンタクロースといった世俗的な題材が取り上げられるようになった。またアメリカ合衆国のように、政教分離上問題があるとして、クリスマス切手とは言わずグリーティング切手として販売し、図案も世俗的なものに変更されている。また、日本も2005年から毎年、冬のグリーティング切手を発行している。当初は、 クリスマス切手としていたが、冬のお便り全般にお使いいただけるために名称が変更された。クリスマスカードを郵送する郵便物に貼るものに他にクリスマスシールがある。ありがとうございます。